人いざ、まあ、いらん今8時ちょうどよし8時17分のトロッコに乗る予定ですはい、チケット買いましょうはい購入しました買いましたお客様に今日は黒部峡谷トロッコ電車に乗りたいと思います、はい、初めて楽しみ黒部峡谷な聞いたことはあったけど、うん、トロッコがあるっていうのもなんとなくは知ってたけどめちゃくちゃ楽しみですもうチケット今買ってこれから乗ります、はい、めっちゃいい天気やなそうやめっちゃいい天気最高や晴れの日をバッチリ選びましたはい行ってきます行ってきますはいありがとうございますのプロは今日も忘れ物をして車に取りに帰りました間に合うかなセーフ間に合いました乗りますじゃ長いなどこでもいいえその一方で厳しい自然は開発前の黒部峡谷線路の幅は760mmしかなくドリーが説明してくれますナローゲージと呼ばれは新幹線のおよそ半分の幅なのですめっちゃいいめっちゃいい幅が狭ければ線路のための工事は早く進みますよね寒そうこんなところにも持ってきてよかった厳しい自然そろそろ発車のお時間です発車のお時間ですワクワクしてきましたねはいしてきましたそれでは皆様私室井シネルがご案内する見どころいっぱいのトロッコ電車の旅案内してくれるんやつどうぞお楽しみくださいびっくりしたびっくりしたガタ出発終点欅平っていうところまではここから1時間20分ぐらいかかってた、うん私たちは途中の羽根釣り駅1時間ぐらいのところで一回降りますまもなく通る橋は新山彦橋です山彦となって温泉街に聞こえることから山彦橋と呼ばれるようになりましたおーやっほーすごい聞こえたかもしれませんねになってます。黒なぎ温泉。ここにも温泉があるみたい。ここも人って書いてるの。あれ降りる人誰もいなかった。黒なぎで降りれて、次も降りれるのが金釣りやな、うん。我々が降りる金釣り駅が降りる駅。で最後が欅平という終点になってます。青い橋。うわートロッコで乗ってるちっちゃいトロッコやめて大人が恥ずかしい誰もおらんから子供用や
対側から来た、うん、名月行き、スイッチバック中、一回後ろ下がって、駅に水飲めるとこが見やすい。おいしい。この金釣り駅からは万年雪っていうのを見るのと河原露天風呂、うん、河原露天風呂っていうのはこったらな温泉が出てくるらしい。今日はなんか入られへんけど、うん、河原まで行くことはできるらしいな、うん、なんか水量が多い日は河原までも行かれへんな、うんうん、行けるからよかった、万年雪展望台こんな感じ、雪がありますわ。でもお万年雪展望台、万年雪はこちら。これ夏まで持つ？持つんじゃない？なんかこれ雪崩がここで起きてそれが持ってるらしいよ。ずっと溶けへんのじゃない？下の方はもう、層が綺麗、うん、透き通ってるわ。上にちょっと砂がかかってますが万年雪でございます。すごい万年雪って感じ。岩風呂って書いてて下が温泉になってます。一応簡易的にここ着替えれるやつがある。いやあれ温泉なすごいな。温泉マークあるよ。足湯しようや。足湯、足湯します。湧いてる。大丈夫、湧いてる。あ、高い高い。何、はい、高い温泉や。普通にめっちゃ普通に入れんもんな、着替えたら水着とかで。なあ、あー、あったかい。気持ちいい。すごい、めっちゃあったかい。すごい、最高やん。ちょうどいい湯加減、41度。なあ、40から1、2度ぐらい。41、2度あるわ、これ。気持ちいい。気持ちいい、すげえ。すごい。で、こっからなんか引っ張って、多分あっちで。すげえ。人をや、人を。これは人をや。あったか、気持ちいい。最高、これは。さっきの岩風呂のお湯が流れてきて、河原に流れていって、河原が湯気出てんねんな。温泉です。温泉や。こんな川の横に温泉が、すごい天然の温泉。水風呂が横にございます。入ったらあかんけど。現在地金釣りがここで、終点がここか、欅平終点。黒部ダムは地図でいうとここ、こんな感じです。終点、欅平へ向かいます。スイッチバック。スイッチバック。後ろに下がってます。バックバック。メインと思われるサルトビ峡というところはちょっと行けません。整備中
今日は馬場谷温泉も行けます。名犬温泉っていう人、ここは 行こうと思ってるとこ。情報収集。川幅が今よりも狭い頃、猿が対岸に飛び移ったことに由来する。もっと狭かったんか。本来はここから徒歩20分で行けるとこ。残念。今ここがな。整備中で通行止めでございます。すごい硫黄の匂いがする。ここにはね、足湯があります。足湯来ました。足湯すごい。これが欅平。ここは綺麗。あ、橋も見えるんだ。足湯入ろうと思ってたら小学生の遠足とバッティングしてちょっとごちゃついて入れそうになかったんで、一旦休憩でご飯食べます。我々平日に動いてるから普通のお客さんは少ないけど、遠足に当たる確率高し。めっちゃもう3回目くらいじゃない。なんだって那智の滝と恐竜博物館3回目とりあえずお昼休憩。いや、人食いは名犬温泉方面へ。さっき下から見えてた橋です。名犬温泉、馬場谷温泉方面へ向かわれる方は落石が発生する可能性ある。するけど 100% 安全ではないそうです。自己責任においてヘルメットを着用とのこと。ここにヘルメットがほとんどの人が被らない中、我々は被りました。安全のために。おもれおもれ。わあ、すごい。ここヘルメットはちょっと頭重いからやめました。名犬温泉到着。焼き平から歩いて15分20分ぐらいかな。15分ぐらいやな、うん、ここが秘湯と言われている名犬温泉です。入りたいと思います。風呂上がりました。風呂上がった。気持ちよかった。気持ちよかったな。暑めやったな。暑かった。癖のない温泉って感じで気持ちよかった。すごかった。なんか一応洗い場あるけどシャワーあるとかじゃなくて、浴槽から乗っかけるスタイル。死闘やからもう浸かるだけみたいな。もう男湯なんて結構隙間空いてるから外から見えるレベル。山の中やけどチラッと見えたしな。見えるよ。ということで、はい、終わりか。そうね、これが端っこやからな。駅の方に戻ってまたトロッコで帰りたいと思います。砂月駅の電車に乗ります。駅はオープン車両っていうのを乗ったんですけど、普通車両で、普通車両。帰りはリラックス車両っていうのを取りました。530円でなんか背もたれ付きの、うん、ちゃんと前向いた車両に乗れます。贅沢に帰ります。リラックス車両到着。こんな感じです。普通のもう電車みたいな。足切りや、足切りです。さあ足切りです。なずき駅に戻ってきました。着きました。気持ちよかったな。お昼寝して、ゆかりは昼寝していました。昼寝やろ。だったね程度。続きまして、なんか近くの山彦橋に行けるらしい。高い橋があって、うん、今はこっちの新山彦橋を通ってるけど、旧山彦橋って昔トロッコが通ってた方が、まあ、歩けるようになってるらしい。ちょっと行ってみたいと思います。来ました、旧山彦橋。近かったな。うん。おー、綺麗。絶景です。絶景。あれが新しいでっかい
トロッコが通ってる新山彦橋、綺麗。下が透けてるゾーンがありました。怖い、すごい、あ、切れてるし、はい、猿おった、猿がいました、野生の。わ、向こうからどんどんやってくる、漏れてるよ、怖い、いけるか、襲われるかな、慎重に、野生の猿、やばいで、やばい、めっちゃおる、最初1、2匹やっていけどな、どんどんやってくる、増えてきた、うわ、ボス猿みたいなこと怖い、飲みつくだって、あんまり近づかん方がいいかな、えっ、えっ、ヤドキの橋を渡ろうとしてたら猿に追いかけられ、猿に近づいたら猿に追いかけられた、ボス猿にめっちゃ怒ってたな、うん、怖い、危険です、走って逃げました、めっちゃ溜まってんだよ、猿に注意、皆さん、怖い、どうも多すぎる、撮影禁止ではないんやけど撮影注意って書いてあって、どういうことかよく分かりました、そういうことや、カメラを向けたら襲ってきます、めっちゃ怖い、近づきすぎないように、危ねえ、帰ってきました、最後の最後に猿に襲われるという、マジで怖かった猿にマジで追いかけられためっちゃでかこんなんやったよな、ボス猿に、ボス猿めっちゃでかかったし、結構ついてきたし な走って逃げても怖かった、最後がそんな感じでしたけど、はい、黒部峡谷最高でした、うん、黒部峡谷めっちゃ良かったな、うん、自然たっぷりでめちゃくちゃ大自然やった、うん、めっちゃ綺麗やったし、なんか朝の方が綺麗やったな、綺麗やったな、今昼はちょっと霞んできて、うん、晴れてるけど霞んでしまって、朝行くのがおすすめかもな、朝は綺麗やった、ほんまに最初めっちゃ空いてたしな、うん、朝一はめちゃくちゃ良かった、黒部、富山すごい、富山最高です、じゃあ明日は黒部立山アルペンルートに行こうと思っています、はい、明日も晴れなのでそれは別の動画でちょっとあげたいなと思います、ここも楽しみやな、楽しみ、富山最強、富山すごい、見どころたくさん、見どころいっぱいあったな、初めて来たけど、うん、ではご視聴ありがとうございました、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では、バイバーイ。